はい、今話題になっているライジンによる手越祐也くんの国家読書中止問題。なんかスーパーライジンは花束問題あって、ケラモフ選手の時の深田栄美さんのセクシーすぎる水着問題ときて、今回榊原社長めちゃめちゃバズってますね。で、実際今回手越くんが国家読書していたらどんな感じになっていたか知りたい人もいると思ったので、 X で探したらありました。2021年のカーレースのスーパー GT で国家独唱しておりまして、そこで見れますので、でもさすがに動画の流用はできないので、 URL をコメント欄と概要欄のところに貼っておきますので、そこから飛んで各自見てみてください。でも朝倉未来選手と平本蓮選手に事前に手越組んでいくよ、これだけでペーパービューがこれぐらい追加で売れて、2人のファイトマネーもそういったところから出るからねと一言根回ししておけば何ともなかったと思うんですが、でもどうだ世間、これが我らが格闘技ライジン榊原社長の手腕だといったところでしょうか。